ルでどうやったらいいかって分からなくなってるんですよね。あ、これは悩んでるね。動きを出そうというのをずっと言っちゃってやってきて動いた感じで、そこでもうちょっとで演技らしい動きになった。絵みたいなね、うん、で、大地が変化していく、そういう中に最後は波に揉まれて変なってあっちもやるし、また新しく生まれてくるとか、そういうことを考えていって動かなくなってきたんで、動かそうと思って、まあ、いろんな人にいただいて、いや動かないと見たんですが、うん、ボリューム感があるじゃない、面白くない、自分で書いててね。あ、だから今日は加藤先生に、うん、これに限らずね、あの、まあ、発泡スチロールは私がやってましたんで、まだ発泡スチロール落としてないです。発泡スチロールに落としてない、これ普通のベニヤ板です、うん、あ、これだな、あれ刻んじゃうとね、うん、直すの大変だから、本当はそれ発泡スチロール使う場合の前にこれを書いて、あ、そうか、そうかということで、うん、そうね、発泡スチロールでやっちゃうとね、もう着脱が大変になっちゃうからさ、うん、やっぱ決定的な構造を作ってからだね。そうだと思ってね、うん、で帰ってみたんですが、ボリューム感が出ない、うん、なんか平面的に動きは出たかなとは思うんですが、うん、何を皆さんが捉えてくれるかわからない、自分でもわからないやっちゃって今日は、うん、ぜひなんか火と水みたいなことを言ってたじゃない、そうなんです、これがまさに噴火ですけどね、こうやって大地が生まれてきて、ここで海の中で揉まれて消えたりなんかしている、うん、これは桜みたいなの書いて、要するに太平で大地がきれいになってきたとか、でそれじゃ面白くないからっていうんで、この水を入れてみたんです、うん、あの前ね、あのほら、まあ、講義でもちょっとやったけどさ、はい、あのベティ・エドワーズって人がね書いた、あの右脳で書くっていうさ本の中にね、はい、そのいわゆる、いろんな人にさ、不特定多数のいろんな人にね、そのこう怒りのイメージとかさ、はい、怒りとかその爆発してる、そういうイメージをね、記号で書いてくれると大体こうさ、中心からこう破裂するようなね、そういうような記号をみんな書くんですよ。これはあのもうあの西洋人も東洋人もね、みんなあのみんな持ってるもんなんだよね。だから同じようなものをさ、みんな持ってるわけですよ。だから それをこう逆手に取って、そういうものを使えばさ、なんかこうエネルギーの表現とかね、あのそういうものがこう定着できるわけよ。だからそういう、まあ、一つはこういうあの中心からこう放射状にこう爆発するようなイメージ。だからもう一つはその竜巻みたいなさ、台風みたいなこう 渦巻き状の、まあ、台風ってさ、こうあのいわゆる衛星写真で見るとこう渦巻きなわけじゃん。もうあれはだから エネルギーのさ、その記号化みたいなもんなんですよ。でああいうものをさ、こう、ね、もうそういう昔からの原始的な形でいいんじゃない、うん、渦巻きで、うん、これも左巻きですね、台風。うん、まあ、たあの上と下で違うけどさ、ね、あの右巻きだとね、なんとなく何か言っちゃう。ああ、そうかそうか。だからあの そういうふうにして、はい、それで、まあ、中国のあの対極のマークとかあるじゃない。対極のマークってあるでしょ、陰と陽の対極のマークってあるじゃない、はいはいはい、ね、あの曲がった玉が2つこう回転してるみたいな。だからあれをやるとかね、あれでいわゆる片っぽ水にして片っぽ火にするとかさ、それでこう回転させるとか、なんかそういうので、やってもいいかもしれない。だからあんまりね、その火山とかさ、あの水っていうふうに具体的にもうそこはもう卒業して、もうあの完全に抽象形態にしてね、あのもうアクションペインティングみたいにしちゃったらいいんじゃないなんかあんまりこう、どうなの、ね、そのこだわると余計、うん、逆に、そのいわゆるそういう重要なところだけ抽出して、はい、重要なところだけ抽出すると、まあそういう渦巻きとかさ、はい、爆発のイメージになるんだよね、うん、だからそれをこうなんかこう嘘くさくないようにさ、何かできないかなっていうところですよ、うん、しましょう、ね、だからあんまりこういうのやっちゃうとさ、ちょっとつまんないよ、こういうの。つまんなくて面白くない。面白くない。ね、うん、動きは。なんかこっちの方がいいよ。これの方が面白い。自分描いててね。うん。この方がいい。この方が動いてくれると、うん。これを動かなくなってきた。だこういう筆で描くのも、なんかこうでかい筆で描くのもいいし、それからこうなんかあのね、少しバケツに絵の具溶いたやつでこうダーッと巻くとかさ。これ、ね、木のヘラです。
あ、そうでしょ、うん、それでやると筆だともう、うん、筆だとでかいの できないから、うん、それからでかいこうなんか絵の具をさ大量にやって、うん、もうあの左官ごてみたいにギュッとやるとかさ、あの白髪和夫っているじゃない、ね、現代美術家ですあれ足でこうやってるね、うん、まあ、アトリエの真ん中にロープが下がっててさ、そういうぶん下がって足でこうやってさ、ね、うん、足は腕の7倍の力があるとか言ってさ、でそうするとそうすごいすごい奇跡がすごい奇跡ができるんですよ、ね、足でやるとかさなんかやります、うん、そうそう、だからあんまりこうイメージにこだわらないで、ね、うん、そうそう、そうエネルギーとかそういうのを、ね、表現したいわけだから、そうですね、うん、その場合はアポスチロールはどうするで、まずそれができてからさ、やったら、うん、ね、でアポスチロールもさ、あの上からシンナー巻くと溶けるじゃない、ね、だあれでこうこう なんかしぶきでこうやるとかさ、バーナーで溶かすとか、うん、あとコテでね、つない人なんかやってるけどコテで溶かしてさギュッてやるとか、なんかそういうのやってさ、うん、そうそう、やっぱりあれだ、あれからやっぱ発泡酒やめてからさちょっとさね元気がない感じがする。またもうちょっと盛り返してもらいたいとこだよね、はい、はい、期待してください、ありがとうございました、はい。